はい、今ですね、神奈川の、江ノ島にいます。湘南ですね。で、向こうに見えるのがね、あの江ノ島です。で、今日休日なんで、ゴールデンウィーク中なんでね、結構人混んでますよ、これ、うん、で、向こうが江ノ島のビーチです。で、駅も片瀬江ノ島、ね、小田急とかで駅があります。で、今日結構こう見るとね、釣りをしてる人結構いますね。すごいね、これ。で、東大ガスが出てますね。何釣ってんだろう、これ。で、向こうがビーチ。で、向こうにヨットとか置いてます。そうですね、今日いい天気なんで暑いですね。すごい。今日半袖です、すごい。すごいですよ。太陽出てますよ、これ。で、今外観の方行きます。うん、ね、テトラポットがあるね。地震来たらやばいんじゃないのかな、これ。で、向こうは東大です。すげえな。面白いですね。やっぱヨットやってるショーですね、向こう側で。見てください。ヨットマンが多い。すごいですね。これでも多分結構深いですよ、ここ。あそこに山があるけど、なかなかね、綺麗、景色が綺麗です。いいですね、この湘南あたり。